新型コロナウイルスの感染について中国政府が収束への自信を見せる中北京ではきょう国内最大級の動物園が58日ぶりに営業を再開しました北京の動物園今日再開しましたいつもよりは少ないんですが子供連れのお客さんが次々と訪れていますジャイアントパンダの周りには人だかりができましたが密集しないよう警備員が呼びかけていました動物園の利用には、 感染拡大防止のために前日までの予約が必要となっています。また、園内の人数が例年の3割に達した時点で、入場を一旦ストップするということです。<laughs> 世界遺産の万里の長城も明日から一部開放されるなど、各地で営業再開に向けた動きが進んでいます。